沖縄県玉泉洞の修霊法無数の成長した昇乳石と石順が見られる昇乳洞または石灰洞は石灰岩が地表水、地下水などによって侵食されてできた洞窟であり普通石灰岩自体に存在する昇乳洞が洞窟内に生じた昇乳石などの洞窟生成物に視点を置いた用語であるのに対し石灰洞は洞窟を廃滞する 地質的なガンの種類に視点を置いた用語である。講義には、石灰道以外でも昇乳石類が生じている、洞窟を、昇乳堂と呼んでいる。なお、昇乳堂の章は金辺に、銃であり、金辺に、銅の金と書くのは誤り。昇乳堂を排退する、石灰岩の地層は、珊瑚礁などが発達する暖かい海で、石灰質の殻や骨格を持った生物の意外などが、 海底に厚く堆積することによってできたものである。一般の岩石と異なり、主成分が炭酸カルシウムからなる石灰岩は酸性の溶液に溶解する化学的性質を持つ。石灰岩が地殻変動によって地上に流気すると二酸化炭素を含む弱酸性の雨水や地下水による侵食が始まる。このような侵食によって、 石灰岩体の内部に多くの空洞が生じる。石灰岩中の微細な割れ目等を満たした地下水が洞窟内に浸出すると二酸化炭素を含む水と炭酸カルシウムとの化学反応が可逆的であることから逆に炭酸カルシウムが崩壊石として消失をはじめ沈石して小乳石等の洞窟生成物が発達する。こうして 洞窟内が装飾されるようになった洞窟を鍾乳洞という。石灰洞とは成因が異なるが溶岩鍾乳が発達した溶岩洞も広い意味で鍾乳洞の一種である。洞窟の天井や壁面には石灰岩の養殖によってできた特徴的な微地形が見られる。これらは後からできた洞窟性生物によって覆われ観察できないことも多い。 よく見られる代表的なものに次のようなものがある。白蛇銅の昇乳館カールズバット、洞窟群国立公園の石中主骨やん、洞窟群のリムストーンプール有限洞のレンゲの壁と呼ばれるフローストーン洞窟の天井や壁に染み出てくる、地下水は地表から浸透してくる過程で周囲の石灰岩を養殖し、多量の炭酸カルシウムを溶解している。 この水が洞窟内の空気に触れると、常述のように崩壊石の消失が起こり、様々な洞窟生成物ができる。天井から水が滴る点では、次第に、つららのように崩壊石の沈殿物が成長する。これが焼乳石である。焼乳石の出来始めでは、天井にぶら下がった雫の円周に沿って、崩壊石が沈殿する。次の雫も、 同じように崩解石を消失させるため、リング状の放解石の沈殿が進み、次第にストローのように中空な管が伸びていく。これを日本では昇乳管、英米語ではストロー、イタリア語ではマカロニと呼ぶ。後に昇乳管の内部に放解石の結晶が成長し、内部を水が流れなくなると水は外側を流れるようになり、昇乳管は 次第に太くなって、つららのように成長する。雫が天井から、ほら床に落ちた地点でも崩壊石の消失が起きるので、そこが次第に盛り上がり、高く成長をしたものを石順という。天井から成長した小入石と、下から伸び上がった石順とがつながると石中と呼ぶ。各地の観光洞窟の案内所などで、よく小入石の成長する速度を説明しているが、 確一的に表されるものではない。これまでに世界各地で測定された多くのデータから地域により、洞窟により、洞窟内の場所により、水量や水質により、成長段階により、この速度は大きく変わると思われる。北米の石順の場合、1センチメートルあたり240年から2400年に渡っている。緩やかなホラ床の傾斜面を、 少量の水が穏やかに流れる場合、次第にいくつもの水たまりを形成することがある。山の斜面に作られた棚田のような見かけのもので、小さいものは、正台から差し渡し十数メートルの大きさを持つものまである。棚田のあぜに当たるところを、リムストーン、リムストーンに囲まれて生じた水たまりを、リムストーンプールという。リムストーンプールの深さは小規模のもので、 数センチメートル、大規模のものでは、数メートルに及ぶ。くねくねと曲がって、特に長く伸びるリムストーンを英米語では、チャイニーズウォールと表現している。フローストーンと呼ばれるものは、洞窟の壁や斜面一面を被って生じているもので、部分的に見ればその中に、小さな小乳石などを取り込んで発達している。フローストーンをはじめ、洞窟生成物は見た目ほどには、 表面は滑らかではなく、歩行者の足を滑らせることはない。昇乳石類は陸域の空気中で発達するものである。場所によっては水中にある昇乳道が発見されることがあるが、それらは洞窟性生物が発達した後に地殻変動やその他の原因によって水中に沈んだものである。多くの場合、一般の人間が洞窟内で生物を見かけることは、 少ない。せいぜいコウモリに出会う程度である。しかしながら、細かく観察すれば、ごく小型の動物が少数見られることがある。それらは、凍結生物と呼ばれる。多くは、柔らかな白っぽい体をしており、目がないなど洞窟環境への適応を遂げている。なお、コウモリが集団で生活する洞窟ではその糞にたかる、無数の虫が住んでいる、といった例外も知られている。 これらは古い時代に道内に侵入した小動物が隔離された環境下で独自の進化を遂げ特有のホラーな生物となったものと普通には説明されている。実際には多くの小型の昆虫やターシ類などの種生活領域は土壌化戦争の風化岩盤帯の空撃であることが分かっており、そこから岩盤の割れ目を通って広い洞窟空間にへ迷い出た。 個体を我々が目にするものである。凍結生物は、その地域の固有種となっている例が多く、一般に小型で数が少ない。これは、種として栄養分に乏しい環境であるからと考えられる。中には、大型のものも見られ、ホライムリやメキシコメナシウオのように古くから、不思議な洞窟生物として知られた例もある。 普天満宮洞穴古くから、道内の珍しい光景が注目され、群馬県富士堂、山口県滝穴、岩屋観論屈、福岡県西流屈、沖縄県美修道、普天満宮ホラー穴などのように、観光や信仰の対象となってきた昇乳道もある。昇乳石類はかつては、石薬として採取された。昇僧院の宝物の一つに、昇乳床がある。10世紀の、 演技式末期37天薬料付録の和名行為や14世紀の安寄本蔵にも秋吉代や阿鉄津からの昇乳床、陰ヒコバエ、穴子をヒコバエの算出について記述がある。これらは昇乳石類を示す語である。秋吉代では1843年と1847年に萩の医学館の者が昇乳石採取に出張した記録がある。 小乳石や石順の形が、チブサや男性性器にも見えることから、その水を飲めば、父がよく出るようになるとか、子宝に恵まれるといった土俗的な信仰が伝えられていることもある。他方、近代においては、洞窟探検がスポーツとして、また学術的研究とも関わって行われるようになっており、ケービングと呼ばれているが、過去には、 洞窟潜水中の死亡事故なども発生している。ありがとうございます。